はい、こんにちは。国語が苦手な人のための動画。今日はマスコミの情報操作についての話の2回目です。前回ね、女子高校生に口紅を売りたいと思ったら、徹底的に女子高生になったら口紅の1本や2本持ってなかったら大人じゃないわっていうイメージをマスコミを使って徹底的にルフする。そして、そうだなあ、まず口紅ぐらい持ってなきゃなって思ったところで口紅の広告を出す。すると、まあたかも自分が口紅が欲しいなって思った時にちょうどメーカーが口紅を売りますよって言ってね、自分の要望に応えてくれたような気持ちになって自分の意思で買ったと思ってしまうのだと。これがマスコミの情報操作なんです。さあ、その続きの話です。 A という商品はもともと誰も知りません。それが一流ブランドであるというイメージを作り上げるためにはまずステータスを作り上げます。大衆が憧れる世界でその象徴的な人物が A という商品を身につけているシーンをまずニュースとして提供します。そこでは A という商品は主題ではありません。あくまでもその世界や人物のニュースが主題になっています。スキーやテニスのスタープレイヤーが真剣にプレーしている姿が報道されるとき、彼らは A を身につけているわけで、そのときあくまでも A は単なる付属物に過ぎません。やがてファッション雑誌などがファッションの角度からあたかもそれを目ざとく見つけたかのように取り上げ、A がいかに彼らに好まれ、彼らのニーズに応えているかがニュースとして流されます。初めて A にスポットが当てられます。そしてファッションに目ざとい一部の人たちが A を身につけ始め、ついでその商品をどうやって手に入れることができるかが紹介されます。それから A という商品がデパートの高級品売り場に並ぶ頃には、今度はスタープレイヤーが A を着てプレーをする姿がコマーシャルとして流され、A という商品が一流ブランド商品として定着し、一般化します。一方、どのように優れたものでも、この広告戦略に失敗すると全く売れないと言われます。このようにマスメディアを使って情報を操作することで消費者のニーズを作り出したりイメージを作り上げたりすることができる。つまり意図的に、しかも相手には気づかれずに人の心を動かすということができるということを広告は証明してみせたのです。マスメディアを利用した情報操作能力がいかに巨大なものであるかが証明され、かつては大衆の支配者であった政治家さえももはやマスメディアの大衆操作能力を無視したところでは政治を行うことが不可能だと言われるほどになりました。これは取りも直さず、現代社会がマスメディア的現実を第一義的な現実として生きる同調型人間によって構成されているという証拠でもありますが、このようにマスメディアの操作能力が巨大化したということは、言い換えるなら、私たちが日常を直接体験している現実が、すでにマスメディアの作り積むによって動かされているということです。さあ、昨日はね、前回は口紅の売り方についてやってきました。今度は A という商品。さあ、A という商品を、メーカーが作りました。さあ、A という商品はみんな知ってますか？知りませんか？そう、誰も知らないんです。さあ、その誰も知らない A という商品を一流ブランドであるというイメージを作り上げるには、さあ、何を作り上げなければなりませんか？そう、ステータスです。これを持っていれば偉いんだ、すごいんだ、ね。一流な人間の仲間入りなんだというステータスを作らなければなりません。さあ、そのためにまずね、どんなものをニュースとして流していきますか。そう、象徴的な人物。大衆が憧れる世界でもその象徴的な憧れの人物が A という商品を身につけているシーンをニュースとして流すんです。さあ、そこでは A という商品は主題ではありません。あくまでもその世界や人物のニュースが主題です。
スキーやテニスのプレイヤーが真剣にプレイをしている姿が報道されるとき、彼らは A を身につけているんです。さあ、その時の A は単なる付属物に過ぎないというんです。さあ、次にどんなことをマスコミは仕掛けてきますか？そう。ファッション雑誌などがファッションの角度からあたかもそれを目ざとく見つけたかのように取り上げて A がいかに彼らに好まれ彼らのニーズに応えているかがニュースとして流されるんです。そこで A にスポットが当てられます。そしてファッションに目ざとい一部の人たちが A を身につけ始めます。そして商品をどうやって手に入れることができるかが紹介されるんです。さあ、こうしてA という商品がデパートの高級品売り場に並ぶ頃には、ね、今度はスタープレイヤーが A を着てプレイをする姿がコマーシャルとして流されるんです。さあ、その時には A という商品はどんな商品になっている？そう、一流ブランド商品になっているんです。一方、どのように優れたものでも、この広告戦略に失敗すると全く売れないんです。このようにマスメディアを使って情報を操作することで消費者のニーズを作り出したりイメージを作り上げたりすることができる。しかも意図的に。さあ、買う人には気づかれずる気づかれない。そう、全く気づかれないんです。気づかれずに人の心を動かすことができるのです。マスメディアを利用した情報操作能力がいかに巨大なものであるかが証明され、さあ、今ではどんな人でさえもマスメディアの大衆操作能力を無視できませんか？そう。支配者であった政治家でさえも、マスメディアの大衆操作能力を無視しては政治を行うことができなくなったのです。さあ、なんでこんな世の中になったかというと、実は、現代社会がどんな人間が多いっていうことなんでしょうか。ねえ、これはまあちょっと覚えてないかもしれませんけれども、マスメディア的現実を第一義的に現実として生きる同調型人間が多いんだということなんです。つまりマスコミが言っていることをそのまま信じきってしまう人間が非常に多いからなんだって筆者は言ってるんです。このようにマスメディアの操作能力が巨大化したということは、言い換えるなら、私たちが日常を直接体験している現実が、すでにマスメディアの作りズムによって動かされているということです。さあ、私たちは、マスコミがこうしていきたいというものに、かなり誘導されている。気をつけるときは気をつけなければなりません。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップ、高評価お願いします。では今日はここまでにしましょう。